7時です。卒業式頑張ってください。はい。外の天気はええけど寒い。最高気温8度最低0度高くならんのかい。何を携帯いじってんの。まあとりあえずさっさ用意してしまえ。卒業式こやつは休みです。うん。で、ちょっと片付けようか。布団片付けて朝ごはんしよう。俺も用意する。朝ごはん。朝ごはん。納豆いる人。ご飯あるで。卵納豆かけご飯しようかな。卵ないの？卵ある。ある。うん。食べる。納豆。うん。目玉焼き？それとも卵？何でもいい。どうする？どうしよう。今焼いとうかな。卵焼きでも目玉焼きでも納豆、うん、卵かけても何でもいい。目玉焼き？うん。リュウは目玉焼き？ウインナーめっちゃ久々に食べたけどめっちゃうまかった。あ、俺も久々に食べたらウインナーうまかった。いいの？久々に食べたよ。いや、ほんま久々に食べた。ほんまや、ほんま久々に食べたよ。最近マジで食べてなかった。カウも超久々に食べた。あ、今日は卒業式です。待ちに待った卒業式。これから中学校入ったら早いぞ。多分3年しかない。絶対早いわ。あっという間に高校だよな。うん、美味しそうです。昼テレビ消してご飯すんで。新パパ。いい天気。いい天気だけど寒い。マイナス何度？今日は最低気温0度最高気温8度。700W、600W でええの。700W、熱すぎるわ。これ、浜の中で、これぐらい700ちょっと。マジ、ちょいしょ。新パパ。どういうこと？目玉焼き作ってんで。ちょ、納豆と卵入れる。考えてみて、まず。いや、考えてるよ。このまま卵、お前が考えて、先に。まずここに卵入れるやん、はい、納豆入れるやん、はい、こぼれるも分かってるやん、混ぜて。いやいや、そうですよ。なんでまたも入れるの。え、一緒に混ぜるから。混ぜる。あの、言うときはこれ生卵と納豆あんま食わんほうがいいでしょ。何が？栄養素は取りにくくなるで。うん、大丈夫。うん、大丈夫やろうな。あ、早くしてください。はい、焼けばない。あ、これだ。よいしょ。あと卵。あ、ご飯取ってはね。ご飯できてよ。ご飯ご飯。イェイ。お前、服にこう絶対、もうすぐ洗ってこい。うわぁ。目に見えとは、服。さっき食べてから着替えたらよかったのに。ママは着替えろって言ったんや。え、俺言った？用意してって。ほんま。着替えてって言ったよ。もう着替えたらって言ってたよ。うん。あ、ほんな俺が悪いわ。前川さん。おはよう。おはよう。実はですね、どうしても前川がリオの髪の毛を結びたいとお願いがあったんで。すいませんけど、うん、もうどうしても結びたいらしい。で、嘘でマジでごめん、ありがとう、助かる。なぜかというと前ちょっと練習しとって全くリオの思い通りできんかったから、前川に連絡しました。お願いします。ありがとうございます。カットおはよう。怒ってるん。新パパ。リオするきものは友よ。俺も前が困った時飛んでいくな。ほんま前かおったと思ってすぐ横やんって。すぐ横で前から連絡したら、え、私もちょうど負けたかってんって言ったからさ。言うねん言うねん。前から負けたいって。前からありがとう。ん、これ間違い、お礼よ。間違いない。いや、歯ブラシ、歯磨き粉。何？いやいや、ほんまにこれ使って。もう俺がもう何よ。
最強の歯ブラシ歯磨くかと思ってるから毎回使ってに兄さんと一緒に最強やからお礼です。めっちゃいい歯磨き粉やから店員さんにすいませんフルコーディネートお願いしますえめっちゃいいですね。あれあれあれ買ってその店員さんめっちゃ美人やった。じゃあリオパパリオの携帯持ってきてる。お会計15,000円で今日お届けした靴とかズボン合わせたらこれ2万円。ほんで安かったやんアマゾンは、アマゾンは送料込んで4,000円かからんぐらいって、うん、セットで。そうそう、もう肌からいいの買ってよかった思って。はい、はい、はい。え、俺見落とされてる。昨日やったりしてたし。あれ。お前見はもう捨てた。だからはまだもらってた。先生聞いてや。ああ、まあ終了式は明日だから。お前明日は絶対見せるよ、あゆみ。うん、多分20丸5個あるから。5個しかない。昨日落ちてた。俺よ20丸だらけ。下の3教科全部20丸。すごい、全部20丸。下さんの評価だけな。いつも思いやり協力絶対丸すぎてすごい素晴らしい。でも俺らには全くないそれ。あとこれもついてる。公正公平俺らエコヒールされまくってる学校ではいいね多分。友達の喋り方ってめっちゃ優しい友達。へえいいよな。俺に対してはきついが喧嘩になる。ユウに対しては走りとしか思ってない。うん、おーすお疲れした。6年間お疲れ様でした。ちゃんとかっこよくしていきます、こちらとて。恥かきたくないから。こんな量も。お前何のためにダイエットして鍛えとると思うね。え前川、髪の毛巻いてくれ、俺も。キモくない、キモくない、キモくない。いってらっしゃい、うん、最後、衝撃的な事実があって、ラムセル壊れたらしい。今更か。今更か。行ってくれ。ちょっと待って、見せて、靴見せて。あ、ええ感じやん。行ってらっしゃい。じゃあ、俺出るけど、ゆっくりしとって。はい、じゃあ今から出発します。早川さん、ありがとうございます。新パパ、今から卒業式向かいます。楽しみで、なんかリオがダサくコントってなって言うんええけど、いつもより頑張ったらワックスつけすぎてもう一回髪の毛流してもむちゃむちゃなってもたもん。戻りでええよ。だから卒業式を迎える小学校6年生とか5年生の人、パパにダサい格好でコントってなって言わんことやな。時間かかるんよけ、いつもと違うことするから。ではちょっと行ってきます。はい、卒業式終わりました。いやー、なんか最後って感じでよかったです、本当に。そして一緒に帰ったらいいのに、もう写真をみんな撮りまくって、リオがもう全然帰らないんで、先帰るで言うたらもう帰ってって言われたんで、今僕単独で帰ってます。いや、今日は友達にも助けてもらってよかった。まあまあよかったです。今からご飯食べて、夜はねパパ友とお疲れ様会、チートデーということで、お酒もいいですよっていう話、いいんじゃないっていう話で、ほんまにずっとやめてたお酒を今日はちょっと飲みます。どのぐらいいいでしょうということで、まだ続きます。あー寒い。ただいまおるんか。はい、はいよ。パパ、あ、いい、来たい、来てる。あ、ええよ。で、リオ、行って、あげてた。何だ、俺、何、ゲームに電話しとんかい。オッケー。リオの卒業式良かったで。ちょっと待って。リオの卒業式良かったで。どこ座ってた？え、後ろの方。あ、ご飯食べようか。俺も食べた。食べた？うん。カップ麺、いただきました。あ、了解です。はい。新パパ。はい、おめでとう、リオ。撮影ショットで最後アクションできるところで。はい。おめでとうございます。これから頑張ってください。はい。見守っていきます。おめでとう。頑張ってな。はい。よし。
頑張れよ頑張れよ新パパ、今からこれ食べます。よしき何やってるんだって多分思う人もいると思うんですが、今日ハイカーボデーでちょっとあの体重の落ちを良くするために糖質をたくさんたくさん取ります。食べます。いっさ、ほんまに糖質メインでいくみたいです。まずは焼きそばと白飯を。いやなんやろ、急に腹減った全然食わんでもいけとったんやけど、やっぱ食った方が、まあ一回ハイカーボって入れた方がいいみたいで。うわー、やっぱり美味しそうやな。お菓子と一緒やな、見たら美味しそうに感じねえな。これが第一陣、次はラーメン食べます。リオもつられて結局これ食べますでっか盛り。いいんですか、まず焼きそばいただきます。炭水化物のみを食って今日一日食べます。うん、これもらっていい？あれ、あれ、幸せ、うまいんやな、やっぱり。うわ、めっちゃうまい。うん、なんかリオの卒業式ですごい気張っというか、まあホッとした、ホッとしたから余計腹減った今日はお酒も解禁しますって言うだけ。まあこれからはリオにも言いましたけど、親、木の上に立ってちょっと見守っていくというちょっと子育てのスタイルを変えていきます。次は豚骨醤油。お前も食うんかい。すごいな、お腹いっぱいいっぱいになってな、俺もな。今ちょっとご飯を食べて、あんだけ食べたんから血糖値がぶち上がったのかわからないですけど、むちゃくちゃ眠くて今あんま意識が飛びそうなぐらい今眠いです。ちょっとあの寝ます。いや寝えへんな、ちょっと筋トレ行かなあかん。さっき意識飛びそうやった。血糖値ってすごいな。パパともとご飯行く前にトレーニングするかどうか迷います。おお、枕、おお、すげえ。あいつ言わんから。見てほしい。あれ？ありがとう、バスケ。バスケ部やから、リオも僕も。おお、嬉しい。こんなんあったんや。うわ。うわ、手紙や。言っていけよ。どうしよう、撮影しとんの。読んでまうか。泣くかもしれん。うわ、パパやって、手紙もらいました。手紙入ってました。言えよ。
にできる限り手伝いをします。あ、わしの漫画とか私の欲しいものをいろいろ買ってくれてありがとう。大切にしていく。男で一つで育ててくれてありがとう。中学になったら勉強お手伝い頑張ります。これからもよろしくお願いします。やってわあ嬉しい。なんでこのサプライズ。新パパ、今ジムに来ました。涙腺を閉じるために、ジムにやってまいりました。今3時半なんですけど、6時になったらパパ友が迎えに来るんで、それまでちょっとしてきます。みんな食べに来ます。着きました。スペシャル食べ放題初めて来ました。4268円、子供は半額みたい。めちゃくちゃいい。さや家族とみんなで。思考能力がゼロになってしまうぞ、これ飲んだら。いいっすよね。おはようございます。じゃあ僕もいただきます。ああ死ぬ。最後です。いやー、俺の正直な感想ってハイカーボのこうサイクルって結構きついなっていう。カーボじゃないですよこれ、チートデー。チートデー、もうほぼチートデーで、もう一気に中途半端よくないから。中途半端食うやったら食うと。で、大会出るマサヤンです。マサヤンです。マサヤン、YouTube で登場します。次からお願いします。いや、ほんまにやばいっす。ごちそうさまでした。ほんまにやばい、腹いっぱい。あ、そうだ、リュウユ。え、あゆみ、何も言わんといけない。まあ、言わへん。マシ